歌川広重、六十四周名書図三十若狭漁船カレー毛墓の左右の円につける両方綱が描かれている。網の中にカレーとカニが描かれている。日本三回名産図の若狭が霊毛の説明には、若狭、越前、鶴ヶの漁師が、タグリ毛を用いて、三十里沖の五十キロの深さのカレー場で、三十国との船に十二から十三人、 乗り込み左右に分かれ、方横にかけその力を借りて、網を引く。網に、浮きと鎮子をつけて、網口を広げる。混獲されるものは、カニが多い。と書かれている。また、福井県市通市辺三金線一には、鶴ヶ川向きの、両浜の漁師たちは、はがせ船船を使用して、沖きたぐりや底生え縄の漁をしていたと書かれている。他方、 福井県市中市辺4近世2には、若さで、うたせ網が引かれた資料はなく、また、越前では、干満が小さいため、干潟ができず、ウニは潜水で捕獲するので、日本三海名山図への若さが霊毛と越前以海千の二つの漁法は、太平洋や瀬戸内海などの漁老風景を映した、ものだろうと指摘している。うたせ網漁とは、漁船に一枚、または、 複数の風範などを船体に対して平行に張り、風や潮流の力で船を横に滑らせながら、水底や水中に入れた網を引いて、魚介類を漁獲する。日本独特の漁法のことである。主に、車エビ、カレー、スズキ、カニなどの定義業界やシュラウオ、ワカサギなどの淡水魚を漁獲する際に用いる。漁法を分類する観点では、ロコギによる網引きをこれに含め、 打瀬網漁は、風や潮流、路草儀の力で網を引く漁法を指す。打瀬網漁は、引き網漁もしくは、総毛類の一種であり、江戸時代中期に、若狭湾や大阪湾で、タグリモウから生まれ、以降、主に、江戸末期から明治にかけて、瀬戸内海や大阪湾、三河湾、伊勢湾から全国へ、新しい能率漁法として広まった。タグリモは、 海底に入れた袋網を、怒りで止めた船から手で引き寄せる漁法を、もしくは、その際に使用する漁網のことであるが、後に、ロコギによって、網を引く、小ぎ網、塩棒で引く、塩打たせ、風帆で引く、帆打たせを生み、動力機関とスクリュープロペラで網を引き回す、小型底引き網に発展した。これらの中で、小木網と、塩打たせを呼び、 ホウタセが、ウタセ網漁である。こぎ網と、塩ウタセは、小型船での引き網漁や、海流や潮流が早い漁場での底引き網漁や、風がない時にホウタセの代わりに使用されることが多い漁法であり、通常は、ウタセ網漁といえば、ホウタセのことを指している。また、ホウタセを行うための漁船を、ウタセ船という。うたせ網漁は、ほの枚数や引く。 袋網の数などにより、多様な形態を派生した。要素でもをつけた大型の袋網を一つ引く、打たせ網量を、一条網と言い,い、長竹をつけた小型の袋網を複数引く、備前網や、鉄の爪を串状に並べた木枠、または鉄枠を網口につけた、桁網などと区別する。穂の種類は全質のように、塩穂と風範があり、穂の数は、 船体の大きさによって補助棒を含め、1枚から最多で9枚まである。対象以降、太平洋戦争後にかけて、動力機関をつけた打たせ船が次第に増えて、出航や飛行時にエンジンで移動し、網引き時は搬送する操業方式が一般的になった。太平洋戦争の終戦後、小型ディーゼルエンジンの普及が始まり、さらに、網引きが 風範からエンジンに移り変わり、帆を上げて、横滑りで網を引く、打たせ船の姿は、次第に見られなくなった。打たせ網漁は、昭和中期は盛んであったが、同期の後半から昭和50年頃にかけて、衰退していった。ロコギで網を引く、コギ網は、タグリ網から発展した引き網漁であることから、コギ打たせ、または、ロウタセとも呼ばれ、打たせ網漁の一つに含められている。 しかし、打たせ網漁の大きな特徴は、漁船を横滑りさせながら、網を引くことなどであり、焦げ網は、網引きが焦げ力である点と網引きの方向が船の前方、つまり、縦方向である点が、潮打たせ、ほ打たせと異なる。たぐり網は、底引き網及び、底引き寄せ網の一種であり、袋網一条と両翼になる袖網二枚等からなる、漁網、または、 この網を使用する漁法のことである。平安末からあるとされ、江戸期に打たせ網を生み、昭和に小型底引き網に発展するという経過をたどり、昭和27年に放棄の規定もできたため、以下の3つの意味や使われ方が見られる。なお、江戸期の古文書に、たぐり網や、新法のたぐり網などの表記がすでにあったことが分かっている。たぐり網は、 古くからあり、概要で触れたように海底に入れた袋網を怒りで、止めた船から手で引き寄せ、海底を網引きする、伝統漁法で、地引き網が、陸岸から離れ船引きに転じたものと言われている。日本各地で創業され、割れ地網や、イカス網、コマセ網もこの漁法の一種とされている。あとに、怒りによる船止めから、ロコギや塩受け簿。 風帆を使用して積極的に網を引く打たせ網漁を生みその元となった。さらに風帆を使う打たせ船がエンジンを搭載して小型底引き網や外洋での深海底引き網を二層へへと発展した。このような経過から手繰りは単に底引き網のことを意味し指す場合がある。一方法律上では漁業法に関する昭和27年の 小型機船底引き網漁業取り締まり規則の第一条で、その分類の名称の一部に、タグりの言葉が用いられ、総トン数15トン未満の動力漁船により縦引きで、底引き網を使用して行う漁業の一分類となっている。以上のため、タグりは、平安、近世からの手で網を引き寄せる、伝統漁法等を指す場合と、昭和27年の法規に従って、近代的な、 動力漁船による小型機船底引き網漁業を指す場合と、講義に単に底引き網を指す場合がある。伝統漁法の手繰り網を使用する船は、ロコギの小型船で、漁夫二人から三人で乗り込み、岸からあまり遠くないもばや平坦な砂泥室の海底で、水深約150メートルまでの沿岸域で、操業されることが、大い小規模な沖漁である。 使われる、漁具等は、船を止める怒りと怒り綱、引き綱の目印とする、浮き損。袖編み2枚と編口に、浮きと陳紙をつけた袋編み1条。袋編みと船をつなぐための引き綱2本である。手順は、まず、引き綱をつないだ浮き損を海面に浮かべる。そして、沖の漁場に向かって、大きな円を描きながら、炉で漕ぎ進んで引き綱を伸ばし、続いて、袖網。 袋網の順に並び入れる。次に、浮きるを目標に、急い引き返し、同じく円を描きながら袖編み、引き綱を並び入れ、浮きるとついている引き綱を、海面から取り上げ、船を怒りで止める。二本の引き綱をへっ先と共に分かれて調子を合わせて引き、袋網を、海底から離れないように引き寄せた後に、線上に袋網を引き上げるものである。イワシ。 シラス、イカナゴ、アジ、カレー、テナガダコ、牛の舌、レベラ、メダカ、ハゼ等が漁獲される。ハリマの、タグリモウ、明治30年、神戸の和楽園で開催された第2回、水産博覧会に出展された、兵庫県の漁法をまとめた、兵庫県漁具図いの中のハリマ国赤市郡林崎村の内林村の、タグリモウは、その使用法の説明で、ロコギによる、 小木網の方法が書かれており、題名は、タグリモ網であるが、船の怒り止め等を行う、伝統漁法の、グリモ網ではない。なお、漁獲対象はアブラメ、ベラ、小エビメイタ、カレー、イバル、アナゴー等で、漁期は9月から翌年4月、漁場は、沖合水深約3から100キロ、船に乗り込む漁夫は2人で、ロコギで5から6丁網を引いた後、網を上げるものである。 田島の、田栗も同じく、兵庫県漁具遣いの中の田島国木の先群、港村の内木日村の、田栗もは、その使用法の説明で、むしろの塩受け簿による、塩打たせの方法が書かれており、題名は、田栗もであるが、船の怒り止め等を行わず、塩簿で網引きをする。なお、漁獲対象はタイで、漁期は5月中旬から7月下旬。 漁場は沖合約3里で、水深30から45キロ、船に乗り込む漁夫は3人で、浮き樽を使用し、引き綱と袖網と袋網を海底に回し入れるもので、ある。愛媛の、手三サウザ消耗、愛媛県市民族上の、漁業の、漁具、漁法一の項に取り上げられている、手三サウザ消耗は、その漁法は、海中に網を下ろし、潮に従って、風を帆に受ける。 片方の手縄を船の友に取り、もう片方の手縄をへ先に取り、東より西に網を引くことあり、逆に西より東に網を引くこともある。その運行距離が回路2から3里に及び、初めて方を下ろし双方の手縄を操り上げ船に入れる。彼、魚辺にイノコ、ウナギなど数種の魚を網の袋から手網、またはカゴですくい上げる。 ものである。つまり、名称は、テミサオザコ小網であるが、説明文では、ホウタセの漁法が書かれており、この場合の、テミサオとは、伝統漁法の、タグリモウではなく、具体的には、ホウタセを指している。ウゴのオキタグリモウ1912年10月20日に、農商務省水産局が発行した、日本水産補佐市では、ウゴのオキタグリモウは、 通常、風範で網引きが行われるが、風や潮の具合で潮補、または、ロコギによって、網引きをするとされる。つまり、この場合、題名は、置きたぐり網となっているが、船の怒り止め等を行う、伝統漁法の、たぐり網ではなく、風範や、潮受け補、または、ロコギで網を引く、打たせ網漁の要素が強いものである。なお、漁期と対象魚はなく、漁場は、 沖合水深約40から130キロ、船に乗り込む漁夫は8人から10人で、浮き樽を使用し、引き綱と袖網と袋網を海底に回し入れるもので、ある。概要で触れたように、打たせ網には、競技や講義の意味があり、以下の3つの意味や使われ方が見られる。なお、明治の新政府が推し進めた、近代化の一環として、 国内の漁業観光の調査が開始され、内国環境博覧会や水産博覧会で、その調査結果が発表され、その中に多数、歌瀬網が取り上げられているが、江戸時代の古文書には、歌瀬網は見受けられない。歌瀬は、江戸期に、タグリ網から生まれ、江戸後期から明治にかけ急激に、ホタセ瀬が全国に広まり進歩し、 昭和に入り小型底引き網に発展するという経過を経たため、以上の三つの意味や使われ方がある。明治期の紅葉文においても、最も競技に、ホウタセのみを指すことが通常になっている。明治30年の大日本水産会兵庫市会、編集、観光、兵庫県漁具図会と、大正元年の農商務省水産局、日本水産補佐自然に取り上げられている。 打たせもは、以下の通りである。兵庫県漁具図解の摂津国川辺郡天ヶ崎町の、愛の子もは、その使用法の説明で、友とへ先に引き綱をかけて搬送すると書かれ、ほうたせの方法が書かれている。この、愛の子もとは、具体的には、ほうたせを指している。なお、引かれる袋網には、魚が髪型へ逃げるのを防ぐくももや、 袋からの脱出を防ぐため袋内に、ロート網の構造を持っている。漁獲対象は、ヒイカ、ハモ、エビで、漁期は4月から6月、漁場は沖合約1から3里水深7から10キロ、漁船に乗り込む漁夫は2人で、引き綱を約30キロ伸ばし、風に従い搬送した後に網を上げると書かれている。また、ロート網の量に使われる袋網は、 長竹をつけたもので、同じく、ほうたせであり、以外は、あの子もおと同じである。同じく、兵庫県玉遣会の張りま国くし郡江島村のうち、マウラの、ため、持ち毛は、その使用法の説明で、網を下し、ほを張り、船を横向きに進行させると書かれ、ほうたせの方法が書かれている。この、ため、持ち毛とは、具体的には、ほうたせを指している。 なお、漁獲対象はエビ雑魚で、漁期は5月から12月、漁船に乗り込む漁夫は3人で、友とへさきの、やり出しに引き網をつなぐものである。同じく、兵庫県漁具遣いの田島国味方軍浜坂町の、沖引き網は、その使用法の説明で、風範を利用する、帆うたせの方法が書かれている。この、沖引き網とは、具体的には、帆うたせを指している。 なお、漁獲対象はカレー、カニで、漁期は11月から翌年3月下旬、漁場は沖合約9里で、水深100から130キロ、漁船に乗り込む漁夫は8人、帆走りで船を横に進めて、網を引くものである。帆打たせの漁法では、上、手回しなどの操船の工夫、カ事の大型化やズンドミ押しなどの船型の進化、 船体の大型化、西洋帆船の重版の導入によって、欧風、高風での搬送能力を大きく向上させ、操業できる海域の拡大と漁獲効率の大幅な、向上をもたらした。このことは、漁船に、動力機関が普及していない、明治期では、従来からあるタコツボ、ハエナは、薪網や地引き網などの漁種にとって、大きな脅威となった。そのため、愛知県では、 明治3年から創業の排撃などの紛争が起き始め、明治25年には反対漁民による地方行政機関への乱入、警官隊との衝突といった三州打瀬せ騒動の事件が起きた。当時、引き網が海底環境に影響し餌となる虫類、貝類が減少する、他漁法の漁具を痛め妨害している乱獲によって、 水産資源と漁獲が減少しているなどの理由で、国、県に対して、うたせ網漁の規制が強行に求められ、これ対して、うたせ網漁民も陳情活動を展開して、対抗したが、最終的には、うたせ網の禁止を決定、実施した県もあった。具体的には、明治15年に、和歌山県が県令により、地先でのうたせ網の創業を禁止した。続いて、 同19年3月に、愛知県、三重県、静岡県の3県員が協議の上、打瀬猛と類似漁法を、猶予期間3年で、禁止を布告し、これに対し打瀬猛漁民は、県庁や大臣へ陳情して対抗した。反対運動や陳情を受けて、明治24年、愛知県は、県令で、当分の間の延長を決め、事実上禁止令を解除し、 実施していないな一方、三重県は、うたせも禁止令を実行し、明治25年には、福岡県と大分県と並んで、ほぼ全面禁止の状況にあった。このため、三重県のうたせも漁民の中には、愛知県で登録し30県沿岸で創業するものも現れた。また、瀬戸内海沿岸では、明治10年代後半から20年代にかけて、福岡県、 広島県、愛媛県、徳島県、山口県から打たせ禁止制限令が出されていた。しかし、広島県は、明治19年に、打たせ網漁の禁止制限令を交付したが、施行は見送り、そのまま延期して実施しなかった。愛知県型の打たせ船が、各地に広まり、焼き玉エンジンが搭載される等で、打たせ船の航行性能が高まると、各地の打た網漁は、次第に、 地先の沿岸域から他の海域へ遠征して漁老をすることが多くなった。また、遠征先の漁師町には他県船を受け入れる体制を整える地域も現れた。例えば、愛知県歌瀬は明治30年代から遠州灘を漁場にするようになり、これを灘域と称した。さらに、朝鮮半島や野登沖の日本海、長子沖、 三陸沖に出漁するものもあった。また、当時の国策であった、漁業面での海外進出にのっとり、愛知県が沿岸域での漁業紛争を避ける目的で、打瀬漁民の海外移民を推奨し、朝鮮半島南東部の冷水への移民が補助され、多数の漁師が打瀬船と共に移住した。石川県内灘町では、明治20年代から北海道に、 日清漁の出稼ぎに行くことが盛んに行われ、これが足がかりとなり、明治40年頃からの猿普村でのホタテ貝、イ、業につながり、出稼ぎや輪っか内への移住が増加した。その後、戦後になると乱獲が続き、昭和29年以降、ホタテ貝の漁獲量が急減し、昭和38年以後は、採算が取れず、翌39年には、 資源保護のため禁漁となり、幻のホタテ貝となった。内灘町からの出稼ぎ漁業の最後は、昭和31、32年頃である。このホタテ貝漁の復活のきっかけは、昭和46年のサルフツ村のホタテ貝漁場造成事業による大規模な人手の駆除と、種苗放流、及び昭和48年の種苗放流である。 貝の育成を3年間待って、昭和49年の漁獲量が1674トンに上り、それは計画の437トンの約3倍であり、栽培漁業によって資源枯渇の状態から脱している。明治初期から昭和中期にかけて、大分県宇佐市の長洲で、打たせ網漁で獲れた赤エビを干物に加工し、中華料理の材料として、 神戸や長崎の貿易省を通じて中国や台湾に向け出荷した水産加工業者が十数社生まれた。このエビ車の活動の最盛期は昭和10年前後とされ、当時は愛知県型の打たせ船と焼き玉エンジン付きの打たせ船が次第に増えていた頃で、長須のエビ車を頼って香川県の伊吹島や広島県横島島島から長距離を打たせ船で、 はるばる移動し、長洲の漁港を基地にして、部前海で季節操業を行う、打たせ船が数多くあった。エビ社は、単なる水産加工業者ではなく、打たせ船を多数囲い込み、その漁獲した赤エビを全量買い取り、漁師の生活や、漁業のための資金の貸し付けなど、金融の役割も果たし、さらに、季節操業にやってくる県外の打たせ船の受け入れを、担った。 大分県の農林技師が表した昭和14年の部前会振興調査資料では、スオーナダの歌た網やは、大分県200席、山口県300席、福岡県60席で合計約600席となっており、このことから昭和14年頃、大分県に入ってくる歌た網やの多県線は、香川県と広島県からの約100席であったことがわかる。なお、 香川県の伊吹島では、山口県や大分県へ、打たせ漁で出稼ぎに行くことを、下駅と呼び、大分県では、他県からの打たせ船を、多所船と呼んでいた。打たせも漁業が盛んであった広島県、横島においては、愛知県型の漁船が用いられるようになると、エビの漁場が多かった。スオーナダ方面まで航海し、帆う打たせを行うようになった。 漁場に近い漁港に漁船を経由し、長期休暇期間に帰省する、出稼ぎの形態であったが、徐々に、漁場に近い山口県や大分県に移住するようになった。絵船は、小船を住まいとして家族が居住し、主として、海産物の採取と販売に従事しながら、常に、一定の海域を移動、出稼ぎする漁民とされ、広島県とヨタ軍、後の、船住まい。 風船をはじめ、筑前国省が先の、アマ、非全国瀬戸の、エフネ、文後国鶴集落の、シャアとして、近世から近代にかけて、それぞれの漁港で多く見られた。その中で、金が先の、アマについては、ポルトガル人のイエズス会宣教師であった、ルイス・フロイスが、インド管区長、サンドロ・バリニアノに宛てた1586年10月17日付の、書簡の中で、 クリオネが豊臣秀吉に越見するために船で長崎を立ち、登場する途中で六七層の小さい漁種を見かけた。とあり、すでに16世紀末に九州北部に現れていたことが確認される。また、後は瀬戸内海漁業の発祥の地とも言われ、出漁の際に浮き対象を持参し、漁業権の規制を受けずに広範囲に、 たぐりもをしたことで知られ、瀬戸内海各地に多くの枝村を形成していった。この枝村の拡大は、江戸幕府が、ポルトガルやオランダ、中国との長崎貿易等によって国内からの流出が危惧された金や銀、銅の代わりとして必要となった、俵物三品、唐揚び、深ひれと、諸式、景観草、諸甘草、かつお節、干し魚、寒天、冷え火、 星街の海産物の教室を全国の裏裏に求めたことが強く影響した。18世紀末に松山藩の漁村にも俵物の教室が厳しく課された。愛媛の一部の漁村では地元漁民が極めて少なかったので、これらの村々では漂白的で稼ぎ漁民を定着させることによって地先漁場を確保しようとしていた。その上、課題な タワラの教室を幕府から求められ、後をはじめとする漂白的出稼ぎ漁民を地村に呼び寄せ、その生産力によって課せられたタワラの教室を補おうとしたため、後、に窓瀬戸田、豊浜、阿賀、吉和、岩木の漁民が瀬戸内の各漁村に迎えられ、移住が進んだ。定住しようとする漁民は住むための家屋や宅地、 高地を確保するため、海岸に近い裕福な地元農民を抱え主に選定し、その創業するガゼモウで引き上げられた海藻、魚介類のクズ、それに下越などが肥料として抱え主に提供された。また、後では、明治20年頃から、たぐり網漁から打たせ船による打たせ網漁へ切り替わり、明治末期には愛知県型打たせ船の導入が進んだ。 これを契機に、家族ではなく若い漁師を雇って出業する漁業が多くなり、大正期には、石炭船や帆船運送業、行商船陸での商売、工場労働者への転業等が進んだ。さらに、明治12後納税の義務化、徴兵制や義務教育の徹底の方針のため政府から規制され、漁業権の手続きでも取り残されていった。そして、 昭和40年頃には陸上への定住を余儀なくされて、夫婦船による漁業が急速に消滅したと言われている。一方、日中戦争では、国策上では、食料増産が使命であったが、愛知県の約100隻の大型打たせ船が揚子港での運搬のため軍事徴用され、そのほとんどが無傷で帰国したとのことである。太平洋、戦争。 1941年から1945年の先端から左舷側の海底へ、それぞれ6から70メートルの引き綱を伸ばし、その末端に袖網がついた袋網を取り付けることで網口を広げ、風の力で船を右舷の方向に横滑りさせながら網を引く仕掛けとなっている。他方、小木網や微禅網、 桁網の量で使用される比較的小型の袋網は、長竹などをつけることで網口を広げる構造で、袋網と船をつなぐ、引き綱は袋網ごとに一本となっている。この一条網が、大阪湾から、東海の三河湾をはじめ全国へ広がったのが、江戸末期から明治にかけてのことである。一方、小型の袋網を複数引く、微前網の量が、 微前から伊勢湾に伝わったのは明治25年から32年とされ、このことから一条網の電波が幾分早く、微前網は遅れて広まったことが伺える。なお、微前網については赤エビの漁獲が多く、伊勢湾で急速に広まり、昭和の時代まで改良されながら受け継がれたことが示されている。最盛期のう瀬せ網漁の穂は、 水平方向に5本前後の竹の支え、バテンが入った、新シボの構造を持ち、風の強弱に応じて、穂の展開を調節するようになっていて、風のない時は、操業ができない。一条網の利点は、網入れと網上げが、それぞれ一度で済むこと、大きな袖網と大きな網口の構造が非常に、効率的な漁獲を実現したことである。 炭水や、寄水の故障での打たせ網漁としては、明治初期から昭和中期にかけて、霞ヶ浦と八郎型で、捕引網漁が、盛んに行われた。この、捕引網漁は、天保5年に、霞ヶ浦の新張郡佐賀村で生まれた、漁師、織本良平が、明治13年に、白魚漁の省力化を目的に、新しい搬装と漁法を考案して生まれた。 考案された一条毛の打たせ船は、使用する方大型の風範一枚のみとし、霞ヶ浦では、保衛船と呼ばれ、風物詩として親しまれた。明治35年の秋田県への移住者漁師、坂本金吉によって、八郎型に伝わり、八郎型ではこの船を、打たせ船を使用した、と呼んだ。この搬送と漁法の特徴は、 真っ白で大型の一枚棒が船の全長を大きく、超えるほど横広であったこと。帆柱と、帆桁は、妄想竹製であったこと。表層引き、中層引きができたこと。帆の上部にある帆桁から伸ばした三本の、釣り縄を、海中の袋網に結びつけ、帆全体を、風上側に傾けることで船の姿勢を安定させ、速力を上げて、引き網ができたことである。当初は、 上層引きの白う量を目的に創始され、やがて中層引きによる若狭漁用にも改良された。穂の構造が逆風搬送に不向きで、動力化する以前は風上へ進むためのロコギに大きな労力を要した。1960年代以降、動力船によるトロール量に置き換わって衰退し、霞ヶ浦では1971年に観光船の 形で復活している。保存会の活動も活発で、文化遺産の登録も行われている。網口に木製、または、鉄製の枠をつけ、その枠の下部に、鉄の爪を20から40本くし状に並べて、取り付けた袋網を桁毛という。桁毛を引く。桁打たせ量は、可能な限り多くの桁毛を引き、主に陶器の創業によって、底製の車庫エビ、カレー、 ホタテなどを漁獲した。通常、同時に8から10前後の桁網を引いたが、地域によっては、大型の打たせ船で20個ほどの桁網を同時に引くこともあった。この桁網の大きさは、桁枠の高さが 30cm 幅が130から 150cm 前後で、先頭1人、漁夫4人の合計5人で、 受け網を2個を順次網入れし、半袖で引き網した後、網上げをし、取った魚を選別しながら、風上に船を戻し、再び網入れして、引き網を始める。これを一から三時間ごとに繰り返すもので、海水に濡れて、冷たい風にさらされるこの作業は、非常に過酷なものであった。打たせ網漁は、当初、画期的な農律漁法として全国に広まり、 若狭湾、大阪湾、瀬戸内海、三河湾、伊勢湾、東京湾、有明海、八代海、霞ヶ浦、仙台湾、八郎型、野付湾などで広く利用され、昭和30年代後半まで、内湾の平場で創業した花形だったが、船舶の服装、内燃期間の普及などの環境の変化、非能率であったことから姿を消した。これに変わる形で、 袋網を動力付き漁船で引く小型底引き網が創業されている。北海道と九州の一部の地域では歴史ある伝統漁法として現在も残っている。ホウタセについては北海道の野付湾、小台沼で北海エビ北海島エビの漁法として使用されている。これはエビの生育に 不可欠な天物繁殖場を傷つけないために行われているものである。また、鹿児島県泉市では、熊エビ漁のために、桁打たせ船によって保打たせが行われている。また、熊本県足北町系、一石では、赤足エビなどが取れる打たせ網漁が盛んで、観光打たせ船の営業を含め現在も創業されている。また、潮打たせについては、 熊本県の天草有明海で、早い潮流を利用した、塩打瀬せが、現在も行われている。ありがとうございます。